はい、こんにちは。日本改革党、靴沢亮でございます。参院選に立候補しております。日に日に顔が真っ黒になっていってしまうんですけれども、松本様、無意自然様、石黒様、高島様、小川様、富田様、久保田様、大野様、武蔵野親父様、由美子様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがとうございます。きちんと政治収支報告はつけて、おりますので、あれです。真面目にやっておりますということで、今日の流し凱旋中にですね、なんと偶然通りがかった財務省前で、政府の借金を国民の借金と嘘をつくな、お前らの小山後も重税に苦しむことがわからないのかと訴えてまいりました。なんかちょっと疲れちゃって目にクマができてますけれども、同じく偶然通りかかった国交省前で道路や電車の艦隊字とハングル表記をやめろ、お前らは人民軍と北朝鮮軍の利便を測りたいのかと訴えてまいりました。英語はしょうがないと思うんですよ。英語は日米同盟っていうのありますから、米軍がね日本国内で活動するなんて場合に何も目印しないと困るから、英語はわかるんですけど、艦隊字とハングルを表記するってなんだよってね。人民解放軍が日本国内で活動する時の利便を図ってんのが国交省は、国交省観光庁国際観光課はというですね、怒り、帰路につくリーマン向けに有楽町で、子孫のためにおっさんが救助なんて邪教を頑張ってなくさないとと訴えてまいりました。明日7月1日も流し凱旋飛び降り凱旋パターンになります。というわけで、告知はしないでフラフラ、今日は北区の住宅地を回ってまいりました。ちょっと行きたいところがありまして、北区まで行くと駐車場、大きな駐車場あるビバホームとかって、寄りたいな。あと田舎者は、ホームセンターがあると寄りたくなる習性があるもんですから、寄りたくなっちゃったんですけれども、テレ朝家庭の電力消費の項目からテレビ DVD 8.2% を隠蔽し放送してやがりました。これ経産省が出している公的なデータなんですけど、エアコン 38.3%、 冷蔵庫 12%、 照明 14.9%、 給湯 3.1%、 炊事 7.8%、 テレビ DVD 8.2% をテレビをその他に紛れ込ませるっちゅう姑息な手口だから、テレビの項目がない 8.2% もあってね、給湯 3.8%、 炊事 7.8% より多いのにそれだけ抜くと、悪質捏造放送っていうのはこういうことだな。こういうのは放送停止や罰金なんかが必要じゃないか。1週間放送しちゃダメとか、1ヶ月免許取り消しとかですね、必要なんじゃないかと思って、公約にもしておりますけれども、 BPO 放送倫理委員会、本来テレビ放送の内容を取り締まるべき、BPO はOB の連中や関係者が委員やってる仲良しテレビ村の一員ですから、全く当てになりません。ネットの話です。大変テレビ消さないとエアコンを強調してテレビは消させない誘導、テレビが一番生きるのに必要ない、初めから信用していないので大丈夫、テレビ見なくても死なないがエアコンは…利益団体に中立公平を求めちゃダメなんだな。そうなんだよね。所詮は利潤追求の企業であるんだから、中立公平クソくらえってもんだよね。あっちからしてみればな、その他に含めただけで隠してはいない。23度のスタジオからお送りしております。今回も今日も明日も
暑いです。節電呼びかけは無視して気にせずにエアコン普通に使ってください。その代わりテレビ消してください。具合悪くなってますね。自民党と経産省とテレビ村はなーも責任取ってくれません。ですんでエアコン、好きにお使いください。そいつらはですねキンキンに冷えたところで仕事をしております。自民党も経産省もテレビ局員もキンキンに冷えた和食で仕事してます。 NHK スクランブルの意義なんですけど、集金人の悪行がなくなる。 NHK の放送がどんなにひどくても気にならない。こっちは契約しないだけですから、悪い悪い NHK の放送でもいいって人だけ金払うんだから別にいい。NHK の影響力半減などなど、これ試算によれば半分以下になるんだって。スクランブル放送したら契約件数が半分以下になると試算が出ております。テレビ自体なくせれば理想と言いますけど、価値ある映像やニュースはですねサブスクで競争してもらいましょうか。巨大な力を持つメディア、日本で言ったら新聞社、読売新聞とかそういうのはサブスクでニュース映像流せばいいんだよね。月々いくら払ってる人だけ限定みたいな感じでね。それでもニュースが見たいとかいう人は買えばいいし、もちろんね嘘ばっかついてると、見放され終わると。サブスクを始めても内容が悪ければ嘘ばっかりだとダメだこれなんつって客離れ、しますね。現在立憲支援を公にしているのが自治労、日経放送、水道組合、放送業界、通信業界、郵政であります。郵政労組ね。自治労、日経放送、水道は完全に税金で食ってるとこなんだよな。こういうとこが労働組合作って団結していいんだろうかなんて非常に疑問がありますけれども、存在自体が違法なんじゃねえの自治労とか日経放送は思いますけれども、その他はやや半官半民。ユースとか通信業界ってあれですよ、NTT とか、国際電電昔の KDD とかは半官半民が抜けてねえんだろうな、どうせ使うだろうみたいな景気に無頓着いう特徴ありますね。放送業界だってそうだよ。新規参入が認められておらず、利権とかしてますよね。仲良し村作ってね。民で血で血を洗う競争とかはやらないところ、みんななあなあで仲良しごっこしてるとこが立憲支持してるって特徴ありますね。立憲になんかやらしたら円高誘導で倒産増やして景気悪くなるのは分かりきったことですよね。実績あんだもん。一度やらせてくださいっつって民主党になったけど、一度もやらせるべきじゃあなかった。原発動かして電気代を安くしてもらいたい、その他の業界はですね立憲を見放して民にシフトをしました。自動車労連であるとか、電気労連、電力労連、連合は反原発と原発派に分かれるべきなんだよな。無理やり一緒にやってる意味が何だろう。連合本部ってお茶の水にあってですね、何度か抗議外線かけました。四季島会の時に20回ぐらい抗議外線したかな。 NHK 労組、民放労連が民主党支持を公言してては公正で中立な報道なんか期待できないだろうな、とかですね、連合は労働者の待遇に関係がない護憲だの反原発なのに注力するのをやめろであるとか、反原発ってむしろ労働単価下げますよね。だって電気代高くなんだから企業の儲けが減る、当然人件費に回す金も減ると、邪教に染まった脳みそが不可逆的に腐ってですね、連中、自治労、日経放送、放送、通信、郵政の労働組合は理解しないんでしょうね。あの頃幹部だった連中、つまり民主党政権が誕生した頃の
連合の連中は、まあ引退して悠々自適してんだろうな。残念無念。朝日新聞の抗議凱旋を築地のね、高い階から見下ろして、見下して、ニヤニヤしていた連中も、もう引退して逃げ切って、悠々自適やってんだろうな。残念無念。富士デモ、もう1万人のデモ隊を高いとこから見下して、ニヤニヤしてた連中も、もう逃げ切ってんだろうな。それが私は、残念で残念でたまりません。連中を直接、吊るし上げたかったなぁ。という感じであります。明日も流し凱旋。急に飛び降りて凱旋と。偶然、連合の前に通りかかったり。偶然、経団連の前に通りかかったり。経団連もね、政府に1000万人外国人労働者入れろなんて、とんでもない提言してたの、知ってます？知ってます？ 1000 万人労働者入れたら、そいつらが家族連れてきて4000万人になっちまうべってね。日本終わってこれ。その提言取り消せっつって何回か抗議凱旋かけましたけれども、偶然通りかかるかもしれません。ああいうとこは土日は休みで人いねえか。まあそんな感じで、残りの選挙戦後半戦ですね。頑張っていきたいと思います。デトックスジャパン。